ラランネちゃん、今日はアトリ中学校休み、最高だな。コンビニで納豆アイス買っちゃおう。あー、誰か知り合いに会わないかな。できればさくらちゃん希望っつって。おい、これは俺を誰だと思ってんだ。あ、はい、ごめんなさい。うわ、なんか喧嘩してるよ。怖っ。ちょっと遠回りしよう。アトリ中2年5組のマサヒロだぞ。でも、マサヒロくん、いつもおとなしいあのマサヒロくん、全然学校とキャラ違う。俺を怒らせるとやべえぞ。そうなの？喧嘩してるとこ見たことないけど。ごちゃごちゃうるせえ。いや、喧嘩相手村橋くん、クラス委員長の村橋くん、衝撃なんだけど。適当言ってんじゃねえぞ。絶対さっきの店員俺のこと好きだったろ。どこかだよ、うぬぼれんな。喧嘩の理由しょうもな。そんなことで争ってたの？お前、自分がモテないからって妬みか。君も女子と話してるとこ一度も見たことないけどね。はぁ、あ、妬みに決まってんだろ。本当に妬みなんだ。素直だね。だから俺は絶対認めねえ。店員さんがお前に惚れてたなんてよ。そこは素直じゃないんだ。認めてあげたら？あー、やべえ、マジでイライラしそう。今までイライラしてなかったの？だいぶキレてたよね。俺もそろそろキレるかも。まだキレてなかったんだ。てっきりお互いキレ合ってるのかと。俺キレたらマジやべえんだよね。昨日も休み時間にクラスのヤンキー5人倒しちまった。休み時間ずっと教室いた気が。そんな場面一度も見てないよ。俺なんて昨日休み時間ヤンキー10人倒したけど。あー、俺もよく考えたら15人だったわ。実は俺も20人。どんだけヤンキーいるんだよ。うちの学校そんな荒れてたっけ。ま、なんでもいいがこの件は諦めるんだな。誰がどう見たって俺に惚れてたから。お釣り渡す時3秒間見つめてきた。それ本当に惚れてるかな。ちょっと怪しい気がするけど。さあ、なんだってんだ。悔しい、羨ましい。本音漏れてるよ。大丈夫？あー、やっと今日のバイト終わった。お疲れ様でした。あ、さっきの店員さんだ。絶対俺に会いに来るぞ。見てる？ほら、こっちに走って。アルピ迎え来てくれたの？ありがとう、チュー。ヒエヒエ。ま、別に興味なかったけど。いや、そっちチャンネル登録よろしくわかったし。てか俺彼女いらねえし。ほら、やっぱ勘違いじゃん。はぁ、ちげえし。お前やんのか。あぁ、上等だこら。うわ、また始まったよ。ちょ、こんな場所でやめなって。ほら、ここで蹴りつけてやるよ。行くぜ。あ、しりとりリンゴ。いや、しりとりで勝負。優しい世界、平和な解決方法。ゴリララインそう、ここで蹴りついた。はや、ラッパとかあったでしょ。あ、ラッパ言い直したね。ズル、アルケ、いいんだ。見逃すんだ。やっぱり優しい世界。クリーン、また負けてる。早いって。どんだけしりとり弱いの。よくそれで上等とか言えたね。ほら、お前のターン来るだぞ。なかったことにしてくれた。もうこの二人親友だろ。くいっぱいあるよね。くでそこまでつまずく。くじヒント出してくれてる。村橋くん頑張って。クジラ、ライオン。あ、はい、負け。弱めちゃめちゃ煽るじゃん。ひどいな。仕方ね、今回は負けを認めよう。マサヒロくん絶対いい人でしょ。友達にいたら絶対楽しい人だ。へぇ、弱いわザーコ。おい、そろそろその辺にしとけ。ザーコ。おい、もう許さねえ。俺の右手が火を吹くぜ。また始まった。ちょ、ダメだって。くそ、僕が止めるしか。マサヒロくん、村橋くん、同じクラスの誠だよ。二人とも喧嘩はやめようよ。あの、そんな、いや、さっきの勢いどこ行ったの？やってらんない限界で、毛と毛こ白黒つけましょう。お遊びはここまで、ゴングが鳴り響く。わー、だって